皆さんこんばんは、ネコッチョファミリーチャンネルのママです。今日はペグテトラッキーティピランプファンの皆さんにお知らせがあってこの動画を作ってます。実は去年の7月からこのネコッチョファミリーチャンネルはビットスターという事務所に所属してまして、アカデミー生というまだ卵という感じで活動をしてました。それがこの度アカデミー生からビットスターの専属クリエイターに昇格することになりました。そこで今までいただいた質問で一番多かったプレゼントやファンレターの送り先ができます。概要欄にも記載してますが、こちらに、プレゼントやファンレターを送っていただくことができます。プレゼントの中身は担当の方やマネージャーさんが一度確認をしていただいてからの発送になります。そしてビットスターからの発送の日時なんですが、例えば今月いただいたものは来月3月中旬頃の発送、3月にいただいたものは4月中旬頃の発送という形になるそうです。事務所に所属といっても何かが変わることはなく、今まで通りのネコッチョファミリーチャンネルを楽しんでいただけたら嬉しいです。さて、ここで皆さんに見ていただきたいものがあります。さあやってまいりました、みんなで一緒にやってみようのコーナー。まずはですね、 Google さんを開いていただきます。でそこにビットスタークリエイターというふうに入力をしていただきます。でこれで検索をかけると、一番上に所属クリエイターというのが出てくるので、これをクリックしましょう。そうするとですね、ビットスターに所属しているクリエイターさんがたくさん出てきます。ではこれをどん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 スクロールしていきましょう。どん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 スクロールしていくとネコッチョファミリーチャンネルがあります。なのでそれをクリックしていただきます。クリックしていただいたらですね、アイコンが出てきます。そしてその下には紹介文があります。そしてそのまたさらに下に行くと、なんとみんなのプロフィールが載っております。それではみんなのプロフィールを紹介すると、ちょっと動画が長くなってしまうのでラッキーパイセンのだけ見てみましょう。このようにですね、生年月日はざっくりの生年月日を載せてます。あとは趣味とか特技、好きなものとか好きなこと、嫌いなものや嫌いなことが載ってます。お、ティピシャンがちょっと走ってきましたねでぜひみんなのプロフィールを見ていただけたら嬉しいなと思います。という感じのお知らせ動画でしたが、これからもペグテトラッキーティピランプをよろしくお願いします。